Ladies and gentlemen, we will now begin the competition of the men's single short program at the 18th Olympic Winter Games, 午後7時。今日は男子シングルショートプログラムです。オリンピック冬季競技大会男子シングルショートプログラムの競技を開始いたします。Skaters in Group 1, please start your warm-up. 第一グループの選手の方々は練習を開始してください。場内放送に送られて、さあ各選手が出てきました。今日は男子シングルショートプログラム、お客さんが詰めかけていますが、それではまずこの競技の見どころ、簡単に紹介 VTR を作ってありますので、競技に先立ち審判団をご紹介いたします。カナダ、先日終わりましたペアと違いまして、一人で滑りますシングル、さあこの男子シングルには24の国と地域から29人が参加しています。その29人5組に分けて今日は演技を行いますが、グループ1第1組は中国の郭清新、イスラエル、ミハエル・シュメルキン、イタリアのビアダーナ、エストニア、マルクス・ヘルニッツ、アメリカのマイケル・ワイスというこの5人が演技を行います。7番ジャッジ、エベンシア・ボグダノバさん、アゼルバイジャン、イタリア、ビアダーナ、中国の郭清新は4回転のジャンプの力を持っていますが、今日のショートプログラムは4回転をやることはできません。これはフリーのお楽しみです。9番ジャッジ、マリーレーヌ・ルグーニュさん、フランス、アメリカのマイケル・ワイスは実は彼も4回転ルッツで狙っています。もちろんこれはフリーでしかできません。このショートプログラムは8つの要素を2分40秒の中で演技を行います。したがいましてジャンプが3つあります。スピンが3つあります。ステップが2つあります。このことを頭に入れていただきながら演技をご覧いただければ、難しいとされるフィギュアスケートですが、またより身近に感じられるかと思います。競技前の6分間のウォーミングアップ、ここでこうしたジャンプの調子を確かめていきます。そしてジャッジの見つめる中、自分の持ち味をもうすでにアピールしています。2番ミカエル・シュメルキンさん、イスラエル、イスラエルのミハエル・シュメルキンもなかなかジャンプそしてスピンには力を持っています。マルグス・ヘルニッツさん、エストニア、エストニアのヘルニッツもルッツが得意なジャンプ、まあ、こういった各選手の得意技が3つのジャンプのうちに出てきます。3つのジャンプのうち1つは2回転半のダブルアクセルをしなければいけません。それからコンビネーションジャンプ、2つのジャンプを連続して飛ぶというジャンプの部分が1つ、それからステップから直ちに飛ぶという3回転ジャンプ、これが男子の場合の必要要素になります。21歳のマイケル・ワイス、お父さんは実は東京オリンピックの体操競技の選手、お母さんも体操の元全米チャンピオンでした。姉のジェレミさんはフィギュアスケーター、妹ジェンナさんは飛び込みの世界ジュニアチャンピオンという、まあともかく一家挙げてのスポーツ家族というマイケル・ワイスです。エストニアのヘルニッツは94年のリレハンメルオリンピックの時には
ショートプログラムの最中に片方のスケートのネジを壊して再度チャンスを与えられましたがフリーへ進むことはできませんでした。それだけにこのオリンピックにかける意気込みは高いものがあると思います。ウォーミングアップの時間が終わりました。選手の方々はリンクサイドにお上がりください。